こちら、サメさん公式の時間がやってまいりました。さあ、本日のテーマは Irish でございます。皆さん、カッコ1番ですね。皆さん、Irish と言われたらまずは何文系？そうです、 SVOC 大文系でしたね。じゃあ意味は、オーガスティンするように促す。で、皆さん例文見えてるかと思いますが、私はトニーがもう一回考え直すようですね、促しました。で、注意点と言われたら、やっぱり保護の形ですね。そうです、to 不定詞でしたよね。です、まずこのカッコ1番、第五文系の R 字が有名でしたよね。で、皆さんにさらに一層注目していただきたいのは、このカッコ2番でございます。まあ、実際公式問題集8のテスト1には、これが出現しておりました。で、皆さん例文ご覧くださいね。です、これの2行目でございますが、皆さん、動詞の形、was がいいのか、動詞の原型 B がいいのか、should be がいいのか、皆さんピンときますよね。で、皆さん sent to Irish to、まあ、過去時制になっておりますので、動詞の形も過去時制、まあ、時制の一致で合わせるのかなと思いそうですが、実際に was 動詞の過去形は×で、正しいのは真ん中の動詞の原型、そして should be ですね。で、これを聞いて、ああ知ってます知ってます、あれでしょと言える方はいいんですが、なんでですかという方は思い出してください。主張要求提案の内容をざっと説の中で表す場合、動詞の形は動詞の原型もしくは should be ですね。それで表記しましょうというのがあったはずでございます。まあ、有名どころで言うと、例えば要求だったら request、 提案だったら recommend、まあ、そのあたりが TOEIC に品質でございますが、今回 Irish、 これがパート7の英文に出てたということは、公開テストでパート5ですね、まあ、問われる可能性があるんじゃないかというところで、皆さん事前に情報を共有しておきましょう。もちろんカッコ1番も参考なさってくださいね。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さん指などで隠していただいて、で、丸1番から丸7番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。